ロニー、どうしたの？え、私そんなに泳いでた？全然気づかなかった。迎えに来てくれたんだ。ありがとね。こう暑いと、どんだけでも入ってられるんだよね。正直。まあでも、休憩も必要か。君は何してるの？まさか、幼馴染を迎えに来るためだけにプールに来たわけじゃないでしょ。家から大学まで結構あるし。ああ、レポート提出しに来てたんだ。どうせ提出日ギリギリだったんでしょ？その様子じゃさ。やっぱ水に入ってないと暑いね。部室行こう、部室。いいよ。着替えるのは後で。っていうか、シャワーも浴びないとだし。それよりそれ、さっきから気になってんだけど、何？なんか買ってきてくれた？おー、差し入れとは気が利いてるね。偉いじゃないか。見して見して。ジュースと菓子パンと、何これ？え？耳かき？これが？なんかゴムっぽい素材でできてるけど。はぁ、最近はいろいろあるんだね。そうだ、これさ、してあげよっか。まだ私の膝、しっとりしてるでしょ。嫌じゃない？ならよかった。そしたら、えい。した。いや、なんか緊張してるみたいだし、先にマッサージでもーっと思ってさ。いいでしょ？ほらほら、遠慮しない。私に全部任せて。恥ずかしいの？されてる側なのに？普通だったら水着姿で耳いじってる側の方が恥ずかしいと思うけどね。私は全然だけど。君も後で入ってく？ほら、結構汗かいてるみたいだしさ。
着ね。別にこんだけ晴れてるんだから服のまま入ってもすぐ乾くよ。そういう問題じゃないか。本当に変わった形してるね。こんなんで撮れるのかな。ま、それも試せるってことで。よかった。普通の耳かきとは違う感じ。ほうほう、なるほどね。確かにやってる私もそんなに力いらない雰囲気あるね。梵天とか綿棒の感覚に近いかも。ゴムのつぶつぶが君の耳の中を刺激してるのがわかるよ。未知の感覚にピクってする君の顔がいちいち可愛くて、たくさんシャリシャリってしたくなっちゃう。むずかゆい。あんまり動いちゃダメだよ。あ、危ないからさ。すぐに慣れるよ、きっと。
ゴム製だからワンチャン濡れてても使えるね。綿棒はぐじゅぐじゅになっちゃうし、木のやつは腐ったりしちゃうし、ある意味プールの人間が使うには最適な耳かきじゃない。もしかしてそういう人のために作られた。わかってるよ、そんなわけないでしょ。冗談で言っただけ。それにしても暑いね。今年は梅雨明けも早かったし、6月の時点で暑かったし、これからもっと暑くなるよ、きっと。大丈夫だよ、水着でいるのは慣れてるし、ここは冷房ガンガンでもないから風邪なんてなかなかひかないっしょ。それより君の方が心配だよ。家で冷房ガンガンにしてるんじゃないの？室温と外の寒暖差激しくしすぎるとそれこそ体壊すよ。暑さじゃどうあがいても寒暖差は生まれるけどさ。別に今の君の体は硬くなってないけど、マッサージされてる時の君、面白いんだもん。私に耳触られて、ふわーってなってて、ぼーっとしてるみたいな感じ。私、あの顔好きなんだ。拒否権はありません。それ。
そうそう、その顔。君は昔から私にからかわれたり、いじられたりするとその顔が出るの。それがとっても楽しくて、やめられないんだ。楽しいから変わらないでいたいなってそう思ってるけどね。私がそう思うのは、私自身がどこか変わっちゃってる、そんな証。自分をそんな風に客観視してるんだもん。気がつこうとしてないだけで、あの頃とは絶対に違う。そしたら綺麗にしていこっか。こっちは私の自己満じゃなくて、ちゃんと耳掃除っていう理由があるから。だからどれだけ気持ちよくてうーってなっても我慢しないとダメなんだよ。そうしないと綺麗にならないんだもん。じゃ、始めるよ。こっちはこっちで敏感だね。耳の中のいろんな場所にピンポイントにゴムの先端が当たって、それがくるくるってくしょばゆい、そんな感じでしょ。そうなるようにしてるんだよ。いつもより意地悪かな。だって仕事ないじゃん。こうすれば君はあの頃と変わらない表情で私に接してくれるんだもん。
私はそれに順応できなくて抗うように無理やりあなたを使って思い出の中の表情を引き出してる。良くないって分かってるのに。夏って特にさ、たくさんの思い出を幻想みたいに塗り替えて、それを心に思い描いては撃沈して変化を恐れるようになる。そんな怖い、暑くて恐ろしい季節なの。哀愁漂う季節っていうのは、同時に過去に引っ張られてしまう季節ってこと。そこに何が潜んでいて、今の自分を否定したくなるのか、それはわからないよ。夏の思い出に潜む幻は、幽霊みたいに実体のない怪物みたいな私を刺激して、君を困らせてしまう。その表情、物足りないよって好きだな。まだまだ楽しめるよ。ちゃんと私を迎えに来てくれたらさ、たくさん楽しもう。